者によりますリハーサルが終わりました。この後のステージをぜひお楽しみにしていてください。こちら山下町公園が春節娯楽表演の会場となります。ここでスケジュールをお知らせいたします。オープニングアクトステージとして11時30分から横浜市立港中学校吹奏楽部による演奏、そしてその後12時からオープニングステージとして神戸市市立兵庫商業高等学校校友会有志団による龍舞と獅子舞、そして第1回目のステージは1時から横浜中華学院校友会による獅子舞、1時15分から神業による中国雑技、1時30分から横浜中華芸術学校による民族楽団の演奏と武術、1時45分から横浜中華学校校友会国術団による獅子舞と舞踊を行います。皆様前の方のお席もまだ空いておりますので、ぜひ前の方にお詰めいただいてご覧ください。そして第1回目公演の後は入れ替え制となりますので、皆様ぜひ右側の出口からゆっくりと退場していただきたいと思います。会場にお越しの皆さん、旧正月の春節に横浜中華街へお越しいただきましてありがとうございます。こちら山下町公園では午後1時から始まります春節娯楽表演に先立ちまして、地元横浜市立港中学校吹奏楽部の皆さんにオープニングアクトでお楽しみいただきます。こんにちは、横浜中華街にある港中学校吹奏楽部です。戦後すぐにスタートした60年以上もの伝統あるバンドで、最近はジャズとマーチングを中心に横浜ジャズプロムナード、元町商店街や横浜中華街でのパレード、クルーズ船見送り演奏など地域での演奏を盛んに行っており、年間のステージは40回以上にもなります。また吹奏楽連盟のマーチングコンテストでは神奈川県代表として9年連続で東関東大会に出場しており、今年2020年は節目の10年連続に挑戦するつもりです。本日は春節娯楽表演にお招きいただき誠にありがとうございます。1年生と2年生合わせて24名が明るく元気で一生懸命なパフォーマンスをお届けしますので、応援をよろしくお願いしますとのメッセージをいただいております。それでは横浜市立港中学校の皆さん、よろしくお願いします。
です。今日はこの春節娯楽表演に参加させていただけると聞いて、すぐ近くの港中学校から全員で仲良くやってきました。今ただいまお送りいたしましたロイヤルガーデンブルースに引き続いてお送りする曲は米津玄師さん作曲のパプリカです。この曲は NHK の2020年を応援しようプロジェクトで、未来に種をまこうというテーマで米津玄師さんが作った曲となっております。皆さんはフーリンというグループをご存知ですか？フーリンはいつも米津玄師さんのパプリカとともに一緒に踊ってくれる人たちのことなんですけど、今日はフーリンの代わりに、港中学校から元気で可愛い4人が来てくれています。この中でパプリカを踊れる人いらっしゃいますか？いないですね。いないですね。じゃあ、どこですか？どこですか？パプリカを踊れる、ちょっと前に出てきてもらっていいですか？というわけでセンターで踊っていただきたいと思います。とても明るく爽やかな曲となっております。可愛いダンスにも注目して楽しんでおきください。それではどうぞ。
さん、この小さなアイドルにもう一度大きな拍手をお願いします。続いてお送りする曲は君の瞳に恋してるとセプテンバーです。君の瞳に恋してるは1967年にフランキー・バリさんが楽曲を発表し、数多くの歌手がカバーしているスタンダードナンバーです。テナーサックスやトランペットのソロにも注目してお聴きください。セプテンバーは野球、読売ジャイアンツの阿部慎之助さんがバッターボックスに入る際に使われた曲となっています。皆さんも一度は聞いたことがあると思う、あるのではないでしょうか。途中で手拍子や手を振る動作があるので、皆さんも音楽に乗って一緒にやってみてください。アルトサックスのかっこいいソロにも注目してお聴きください。2曲続けてお送りします。それではどうぞ。
する曲はシングシングシングです。この曲は港中定番の曲で、映画スイングガールズでもおなじみの曲です。とてもノリがよくかっこいい曲なので、皆さんぜひ手拍子をしながらお楽しみください。それではどうぞ。今日は娯楽表演にお招きいただき、どうもありがとうございました。最初お客様も少なかったんですけども、さすがに今年の春節祭は例年の 人の腕が3分の1ということで、いつも毎年いっぱいになるんですけども、まあ、風評の被害なのか世の中のいろんなことなのか、私たちは一生懸命そういうものに負けないで頑張って今日はステージを、やらせていただきたいと思いました。いかがでしょうか。ちょうど私先週の今日神戸中華街にいまして、今日たくさん神戸から学生さんが見えてるんですけども、神戸中華街も先週は大変賑わってました。ちょっと今日の横浜中華街は少し寂しいですけども、頑張って頑張って頑張って演奏しました。今日一日まだありますが、どうか春節祭よろしくお願いします。
はい、ではそれで本当に今日はありがとうございました。横浜市立港中学校吹奏楽でした。中華街頑張りましょう。横浜市立港中学校吹奏楽部の皆さんの演奏でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。オープニングアクトにふさわしい素晴らしい演奏でしたね。それではこの後春節娯楽表演開始まで少々お時間をいただきます。